へえ、強い陰の気ですか。ええ、都の東南の鳳凰林と呼ばれる場所ですね。そこにしばらく前から異変が起こっているそうです。もしかして生命が気にするかと思ってな、一応知らせに来たわけだ。またなんかあやかしの仕業かもしれないからな。なるほど、確かに気にはなるな。それに民草の噂では鳳凰林には何でもすごい力を持った占い師が住み着いているらしい。占い師？そんな占い師がいるなんて、琥珀は疑わしいと思いますけど。まあ、当たってみるとしよう。強い陰の気というのも気になるからな。わかった。生命がそういうのなら手伝う。役に立ったならよかったぜ。生命には以前の借りがあるからな。では私たちはこれで。あまり油を売っていると冥界の閻魔様にどやされますから。宮遣いは辛いですね。生命様くらい偉くなれば別ですけど。ではでは生命様、張り切って鳳凰林へ参りましょう。何やら薄ら寒い感じですね。ブルブル。確かにこの林全体を陰鬱な感じが包み込んでいるみたい。ひとまず探ってみるとしよう。これは都の貴族様、こんな偏僻なところにご用事ですかの。この辺りで怪しげなものを見なかったか。さあ、私は存じませんじゃ。確かに林の奥には少し前から誰かが住んでいるみたいですが、みんな気味悪がって林の奥には近づきませんのです。それって噂の占い師なんですかね。そういえば林の奥にはお社があるのですじゃ。お社？はい、法王様を祀っていたのですが、訪れるものもなくすっかり寂れていまして。そうじゃ、いつだったか若い女子にお社のことを聞かれたことがありましたの。あれは10年前か、それとも30年前か。何にせよずっと大昔の話じゃったな。大昔なら今は関係ありませんね。でも最近もやっぱりその若い女子に会ったような。じいはすっかりボケてしまったようじゃ。何十年経っても同じ姿のものなどおりますまい。そりゃそうですよね、人間なら。生命、他も調べてみましょう。この林、どうしてこんなに陰鬱な雰囲気なのかしら。鳳凰を祀っているにしてはおかしいな。鳳凰とは命の輝きを司る霊長だ。守護指針の一つでもある。だったらこの林ももっと命の力に満ち溢れていてもいい感じですよね。確かに異変が起こっているな。これだけ陰の気が強いと鬼もたくさん集まってきそうです。あれ？でも変ですね。なんか向こうからちょっと暖かい風が吹いてきているような。うげ、貴様は大名人、退治されてたまるか。目覚めよ、時は来た。
呪符体が。から出ていくよ。せっかく陰気な感じでとっても過ごしやすかったのにな。あの肌寒そうな姉ちゃん、またどこかに仕掛けをしてくれないかな。一体どういうことでしょう。やはりこの陰の木には何かしらの原因があるみたいだな。あっちあっち、なんですかこれ。何かの羽みたいですけど。これはクジャクの羽。これは、よく燃えている。鳳凰の羽か。やあ、尻尾に燃え移った。生命様、助けて。チリナさん、よく燃えてますね。やあ、また尻尾に燃え移った。生命様。生は炎、燃え盛る火こそは生きる証。あなたはどうですか、人間よ。ほう。いいえ、私は法王より生まれし火種、法王か。その生をただ燃やし尽くす存在です。じゃあ見せてみなさい、その炎を。生きとし生ける者の命を。力を行してよ、救急如立了。人間よ、見事です。あなたの命の炎、確かに見せてもらいました。そうですね、特別にその名を聞いておきましょう。私は陰陽師阿部の生命だ。阿部の生命、実はその輝きを見込んであなたに頼みたいことがあるのです。なら最初からそう言えばいいのに。いつだって命を燃やさざるにはいられない。それが法王より生まれし火種の宿命。とっても迷惑な宿命ですね。なればこそあの者は天敵なのです。近づくことさえはばかられる。あの者。陰陽師よ、奥のお社にいるあの者をこの林から連れ出しなさい。同じ人間であるあなたにならそれができるかもしれません。言うだけ言って行っちゃいましたね。林の奥にいるものを連れ出すって、
どういうこと？むしろあの法王家では連れ出せない、そういう意味に取れたが、奥に行ってみるとしよう。何者かが待っているのは間違いない。うん、わかった。うわっ、何ですかこれ。あっつ、うわっつ。ここから先は一人で会いに行け。そういうことか、法王かよ。あ、生命。これは、陰の気がますます強くなっている。そこにいる者、姿を見せろ。夢占いのお告げを信じて、ここで待つことを長く。やっと来てくださいましたね、運命の君よ。力を持った占い師と聞き、どんな百鬼夜行の類が出てくるかと思ったら、麗しき女性とは。さて、運命の君とはどういったことだろうか。あら、嬉しいです。そんなに褒めてもらえるなんて。私の名前は八尾国、放浪の占い師でございます。呪われたこの体、どうかその手で殺めてくださいませ。殺せと言われて、はいそうですかとうなずく道理はないな。はい、生命さんならそう言われると思っていました。名を名乗った覚えはないのだが。なるほど、力を持った占い師というのは間違いないわけか。ならばこそ、なおさらその命を殺めるのは惜しいものだ。困りましたね。それだと八方塞がりです。この林に渦巻く陰の気は、あなたが原因なのか。それについては心当たりがありますが、こちらへどうぞ。面白いものをお見せしましょう。ここが法王様のお社です。何やら強力な呪術が施してあるな。何者かが成した召喚の呪術陣です。幸い途中で止まっていますが。幸いか、中途半端に術を成したせいでここから陰の気が溢れ出しているようだ。なるほど、この森を包み込む正気はこれが原因だな。その通りです。さすがですね、生命様。いたいた、生命様。もう琥珀を置いてくなんてひどいですよ。こっちの人は。私の名前は八尾国、生命さんに殺めてもらう約束をした女です。どういうこと？さすが生命様、女殺しってやつですね。そんな約束、微塵もした覚えがないのだが、ひとまず、この呪術陣を調べてみるか。法王を祀っているにしては、陰気な場所。30年ぶりにここを訪れた時には、すでにこんな感じでした。それ以来、夢見のお告げを信じて、生命さんを待っていましたが、ほとんど訪れる人もなく、ずっと、と寂しい思いをしておりました。生命さんが来てくださってよかった。30年ぶりって適当なことを言わないで、そんな歳には見えない。そうですね、見えませんよね。ああ、そういえば一人だけ訪れた者がいましたよ。はい、つい最近法王様の火種がすぐにどこかへ行ってしまいましたけど、どうも私のことが気に食わなかったみたいですね。ここに開いた陰界の裂け目を利用した召喚呪術陣か。ここまで堅牢に呪術が完成されていると、無理に下手もできまい。下手するとどうなるんですか？そうですね、下手しようとしたものを引きずり込むでしょう。そのまま召喚の生贄です。どの道命はなさそうですね。ああ、琥珀は遠くから見守ってますね。
そもそも力を持ったものでないと下手することはできないと思いますよ。もしくは素直に生贄を捧げてしまうとか。この召喚人の下手方法、清明さんならすでに気づかれていると思いますが。だが、そのためには。はい、ですからこの私をしっかり崇めてくださいます。生贄、生贄をよこせ。まだか、生贄はまだか。待ちくたびれた、早く早く。さあ、私と共に戦ってくれ。強襲。おい。瓦解。は。バット。火の魂。この。よい。行くぞ。天よ、このままに。よい。あら、見つかってしまいましたか。あの召喚呪術人をここに敷いたものですが、私には心当たりがあります。凍りつくように肌寒い鬼の女、私が近づくと慌てて逃げていきましたが。肌寒い鬼ですか。あそこにいる女も逃げてくれればいいのに。この鳳凰花がまさか凍える羽目になるとは。苦手なのです。魂が凍りついたものはその命を燃やすことができない。陰陽師よ、あのものをしっかりこの社から連れ去るのですよ。先ほどの方は鳳凰花さんですね。知っているのか。ええ、ここで清明さんを待っている時にやってきたことがありました。ですが私を見るなりすぐに逃げてしまって。どうも私のことは苦手みたいですね。簡単です、こうすればいいのですよ。おい、何をするつもりだ、ヤオビグニ。そこで見ていてください、サンデス。あなたの力が必要なのは召喚人が発動した後。それにこう見えて長いのでした。こういったこともすっかり慣れっこですよ。生贄が捧げられて召喚人が発動する。出てくるぞ。何がですか。これは鳳凰。もっとどす黒いもの。目覚めよ、時は来た。